はい、これでペペロンチーノの完成です。はい、では今回はパスタを作っていきます。パスタの基本ですね、ペペロンチーノを作っていきましょう。材料はこちらになります。まずパスタ麺ですね、フェッティリーニという種類なんですけども、細さがだいたい 1.4mg、 ちょっとですね細めですね。とベーコンとですね、鷹の爪とニンニクとオリーブオイル、塩と胡椒になります。では早速作っていきます。まずですね、ちょっと大きめの鍋を用意していただいてですね、いっぱいお湯を張ってください。で沸騰しましたら塩ですね入れます。ちょっと多めに入れてですね、舐めてしょっぱいかなっていうぐらいまで多く入れてください。で早速ですね、パスタ麺を入れていきます。ちょっとですね、ねじっていただいてですね、このまま落として離していただけばきれいに広がりますの で、 でここでですね、ポイントなんですけども、オリーブオイルをですね 1、2滴ここで少し垂らしてあげます。こうすることによってですね、麺にツヤが出てですね、美味しくなります。ボイルしている間にですね、早速パスタのソースを作っていきます。じゃあフライパンですね、火にかけていただいて、こちらにオリーブオイルを入れます。と鷹の爪ですね、火力はだいたい中火ぐらいでやっていきます。まずオリーブオイルにですね、しっかりと鷹の爪の辛さをですね、ここで入れていきます。唐辛子がですね、若干 色がですね、黒くなってきましたら、ここでニンニクを入れます。とここでベーコンですね、ベーコンも一緒に入れていきます。ある程度炒めたらですね、ここでパスタの煮汁を加えます。この段階で火を弱火に変えます。じゃあ麺が細いので、だいたいですね5分から6分ぐらいで火が入りますので、1分ぐらいですね、早めに火から上げてあげて、こちらのですねソースに絡めていきたいと思います。では早速ソースに絡めたいと思います。で火力をですね、弱火から中火よりちょっとですね強めに変えます。あとはですねソースに絡めてあげます。ここでしっかりですねソースに絡めてあげてください。はい、これでペペロンチーノの完成です。はい、では早速盛り付けます。お皿にですねパスタを置いていくんですけども、この時ですね、置いたらですねちょっとくるっとねじってあげます。そうすることによって立体感が出ます。なるべくですね、具をですね最後に上からこう乗せてあげるとですね、結構美味しそうに見えますんで、でここにですねパセリでもなんかハーブでも何でもいいんで、ちょっと青みをですね振ってあげると美味しそうになります。で最後の仕上げでですね、スパイスをちょっと効かせたいと思いますので、黒胡椒をここで上からかけてあげます。はい、これでペペロンチーノの完成です。